題史新設チャンネル、邪馬台国と日本書紀の界隈。今回は邪馬台国の界隈を探索します。和人伝の新解釈10回目は、300年にわたる邪馬台国論争の出発点について考えます。邪馬台国はどこにあったのか、大和なのか、九州なのか。邪馬台国の所在地をめぐる論争、いわゆる邪馬台国論争は、今から300年以上前の1716年、新井白石の古史通惑文から始まったとされます。しかし、未だに結論は出ていません。では、そもそもこの邪馬台国論争がこれほどの大論争になった原因はどこにあるのでしょうか。論争自体はまだ歴史の霧の中といえますが、原因ははっきりとしています。それは和人伝の日数表記であることは間違いないと言えます。和人伝は大宝郡から邪馬台国までの行程を8つの国を経由していく記事によって記しています。図にするとこのようになります。このうち最後の2行程、文国から東馬国への行程と東馬国から邪馬台国への行程が水耕20日と水耕10日立耕1月という日数で書かれています。これが論争の出発点です。この日数表記こそが300年に及ぶ大論争を巻き起こした原因なのです。和人伝は大宝郡から文国までは丁寧に里数を記しています。里数は1里が現在の何メートルだったかという解釈の幅はありますが、基本的に同じ時代を生きる万人が同じイメージを共有できる絶対的な尺度です。しかし日数は違います。人によって歩く速度や歩ける時間に差があります。後世の漢の漢姓や方姓を記した唐陸典という書物に、立耕は1日50里と決められているので当時もそういう決まりがあったという説も見られますが、唐陸典も厳密にそう決めているわけではありません。あくまでも1日の目安を定めたもので、条件によっても距離は異なってきます。馬では70里、車では30里などとなっています。また当然道の険しさなどによっても進める距離は異なってきます。だから和人伝の原資料が来和した軍師の報告書だとすると、そこに無条件で用いられるとは考えられません。そもそも日数が里数に換算できるのなら、鎮守はこの部分も里数で記すと思うのです。鎮守は近現実直で一本筋の通った歴史家とされ、三国志は簡潔、質実、明瞭正確に物事を記述しているとして、史上1、2を争う高い評価を得ています。その書物の中にこの日数表記はとてもふさわしくないように思えます。私の感想はここまでにして、邪馬台国論争の原因が日数表記であることは明らかです。尺度の曖昧な日数で記されたことによって、方角を無視すればある程度任意の場所に邪馬台国を想定できるようになるからです。文国から邪馬台国までの合計2ヶ月あれば、いかに3世紀のこととはいえ、日本列島のほぼ全ての場所に到達できると思われます。それが邪馬台国否定地の乱立につながっているのです。鎮守が三国志魏志倭人伝でなぜこのような日数表記をしたのかは別途考察するとして、記事に日数表記がなされているのは明白な事実です。それをどのように考えればよいかを見ていきましょう。和人伝には数値を用いて和地を記述した部分が3つあるというのは以前に確認しました。1、大宝郡から邪馬台国への国々経由の行程。2、大宝郡から邪馬台国までの総距離。3、和の地史に関する記事のまとめの一文の3つです。今見てきた日数表示がなされている行程記事は1のことです。これに続いて21の亡国と久那国について述べた後に出てくるのが2の大宝郡から邪馬台国までの総距離です。
このように書かれています。これを図に書き加えます。昔からこの1と2を対比させて総距離1万2000よりから大砲群から文国までの合計1万700よりを引いた1300里が水耕20日と水耕10日立耕1月の合計2ヶ月に相当するという論考が多く提示されてきました。1300里と2ヶ月が相応なものかどうかということを抜きにするとそう考えるのが最も普通の考え方だと思います。ですが和人伝で用いられている尺度がおおむね1里100メートル以下だという認識からこの2つの示す距離が大きく異なるということでそこを論点とした論争も見られました。現在ではやはりこの2つの整合性を取るのは難しいからでしょうか。あまり語られることはなくなっているように思います。さてここで思い出してほしいのですが和人伝の中で邪馬台国までの行程を記した記事はもう一つありました。このチャンネルでも検証しましたが3の和の志士に関する記事のまとめの一文に登場する終戦か5000よりです。この文章ですが検証によりこの5000よりは久屋韓国から邪馬台国までの距離であることが明らかになりました。これを図に書き加えます。するとこの5000よりと大砲群から久屋韓国までの7000よりを足すと1万2000よりとなります。見事に2の総距離と整合しているのがわかります。これによって改めて和人伝の中で大砲群から邪馬台国までは1万2000よりであるという確かな認識があったことがうかがえるのです。では従来の1、2に3の5000よりを加えて総合的に考えればどうでしょう。和人伝の記述がその中で整合性の取れているものだという前提に立てばより一層従来から考えられてきた文国から東馬国への水耕20日と東馬国から邪馬台国への水耕10日立耕1月を足した合計2ヶ月は1300里とイコールであるということが補強されると思うのですがいかがでしょうか。3つ記述がありそのうちの2つが明らかに1万2000里だと言っているのにもう1つだけが例えば1万5000里の距離を想定しているとは思えません。特に鎮守や三国志への高い評価を考えるとそう思います。だから結論としては和人伝の記事からは文国から邪馬台国への2ヶ月は1300里であると考えなければならないということになります。このように結論は出ましたが大きな疑問は残ります。結局3を書き足す前と同様1300里は2ヶ月にふさわしい里数なのかという疑問です。1300里は私の1里70メートル説で換算すると91キロメートルです。フルマラソンを2回と少しといった距離です。マラソンのトップランナーでしたら単純計算で4時間半ぐらいで走ってしまいそうです。その距離に2ヶ月かかるなどということは考えられません。皇帝からの貸品を各地の人々に見せながら進んだので2ヶ月もかかったという説なども見られますが卑弥呼に届ける前に他の人々に見せるなどということは考えられません。そこでこの日数は実は大砲群から東馬国や大砲群から邪馬台国までの距離なのだという説が登場したりするわけです。水耕立耕大砲群起点説と言えるような説で昔からあったようですが最近よく見かけるようになりました。しかし私は記述の途中で何の断りもなく里数の算出基準を変えるなどということはしないだろうと考えているのでそういう説には全く共感できませんでした。それでなぜ高い評価を得ている鎮守の三国志においてこのような一見整合性がないように見える記述がなされたのかについて考えるようになったのです。行き着いた答えは鎮守が三国志を戦術した時にはこの日数の部分に具体的な里数が書かれていたのではないかという仮説です。それについては次回以降に詳細を見ていきます。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた。